ボイオーティア湿度の金型クラテールに赤い色で描かれたスキュラ。紀元前450年から425年。ルーブル美術館所蔵スキュラ、あるいはスキュレーは、ギリシア神話に登場する怪物、あるいはメガラの王女の名。その名は犬の子を意味する。オデュッセイアなどに登場する。上半身は美しい女性で、下半身は魚で、 腹部からは三列に並んだ歯を持つ六つの犬の前半、身が生えた、奇怪な姿をしているとされる。六つの頭でできた帯をしているとも言われる。また、犬の集まりが下半身でその背中の上に、女性の上半身がついていたり、犬ではなく、タコ足になっていたり、蛇の群れである、などの場合がある。かつてはニュムペイであった。壺絵では剣を持った姿で表されることもある。 スキュラは、シケリア島に暮らすニュムペイであった。非常に美しい彼女に対し、大勢の男性が求婚を申し込んでいたが、彼女は、結婚や恋愛に興味がなく、常に拒み続けていた。岸辺や砂浜を散歩したり、人目につかない場所で水浴したり、海のニュムペイを訪ねたりするのが好きで、ニュムペイたちも、彼女のことを、とても気に入っていた。その一人、ガラテヤとは特に仲が良く、 いつも、たくさんの人に付きまとわれて困っていると話すスキュラに、対してガラテアは、かつて自分に恋したキュクロープスのポリペーモスに、恋人アーキスを殺された話を語った。ある時、スキュラが隠れた場所を見つけて、水に浸っていると、そこに、海の神の一柱、グラウコスが現れた。偶然出会ったスキュラに対して、恋心を抱く彼に対し、突然のことに驚いた彼女は逃げ出し、 海に面した岩山の上まで来るとそこから改めてグラウコスを眺めてみた。しかし彼の長い髪、海のように真っ青な体の色、足の代わりに生えている魚の尾などといった人間離れした姿にはやはり驚きを隠せなかった。そんな彼女に対しグラウコスは自分は渡積みであり、決して怪物ではないこと、もともとは普通の漁師であったがとある草を噛んでみたら、 突然水が恋しくなったこと、陸での生活を捨て海に潜った先で、渡積た,たちが、オーケアノスとテーティウスの許しを得て、自分を神の仲間へ加えたこと、そして、今では、プローテウスやトリートオーンなど、他の渡積た,たちにも劣らない存在になったことなど、彼女の心をつなぎ止めようと必死に語りかけ、熱烈に求愛した。しかし、他の求婚者と同様、 グランコスもスキュラの心を射止めることはできなかった。彼がさらに話を続けようとしたのも虚しく、彼女は逃げてしまった。グランコスは落胆はしたものの、それでもスキュラのことを諦めきれず、魔術と薬学に深い知識を持つキルケを尋ね、その呪文や薬草の力を使って、どうかスキュラとの恋を成就させてほしいと頼んだ。しかし、 相談を受けた、キルケイ自身がグラウコスを気に入ってしまった。彼女は、彼に何の興味も持たない相手を求めようなどとせず、彼に対して恋している相手をこそ求めるべきであると、いい、スキュラよりも自分を選ぶように進めたが、グラウコスは、ガンとして、引き入れようとはしなかった。このことにキルケイは激高したが、グラウコスへの恋心は変わらなかったため、 彼に対して危害を加えるような考えは起こらず、代わりに恋敵であるスキュラに怒りの矛先を向けた。スキュラが特に気に入っていた場所の一つに、とある小さな入り江があった。人目につかず、海からの波を防げる場所なので、波が高い日や日差しが特に強い時には、この場所を訪れては水浴びをして楽しむのであった。 そこで、キルケイは得意の魔術と薬学の知識で毒薬を作り、これをその入り江の水に流してから呪文を唱えた。何も知らないスキュラが入り江にやってきて、いつものように水に入った。そして、腰まで水に浸かった時、突然彼女の腹部を凶暴な犬の群れが取り巻いた。その恐怖に彼女は怯え、その場から逃げ出そうとするが、犬たちは全く離れようとしない。そして、 彼女が自分の足に触れようとしても肝心の足はなくただ暴れる犬たちの顔があるのみであった。スキュラを取り巻いていると見えた犬の姿は実は彼女自身の体の一部だったのである。こうしてスキュラはキルケイの毒薬により上半身は美しい姿のまま魚の尾の下半身6つの犬の頭と12本の犬の足を持つ姿へと変わってしまった。スキュラは 自分の変わり果てた姿に嘆き悲しみ、凶暴な性格へと変貌してしまった。これは毒薬の影響だとも一方的な仕打ちを加えたキルケへの復讐心からだとも言われる。グラウコスはそんな彼女を見て涙を流し、彼女にそのような仕打ちをしたキルケイとの関係を断ったという。後にトロイア戦争がギリシアの勝利をもって、 終戦を迎えると、ギリシア勢の英雄オデュッセウスと彼の率いる仲間たちを乗せた船はトロイアから帰るべく航海をしたが、その最中にシケリア島の近くを通りかかった。一行はあらかじめ、この場所を通る際には、カルブディスとスキュラ、二つの怪物に注意するようにとキルケイに言われていた。カルブディスは巨大な渦で1日に3度、船を含めたあらゆるものを飲み込み、3度吐き出すという、 怪物であった。カルブディスの方を通れば全滅だがスキュラなら6人の仲間が犠牲になるだけで済むのでそちらを通るしかなかった。その一行に対しスキュラは6本のとても長い首を伸ばすとそれで6人の船員を襲いそのまま連れ去ってしまった。船はなんとかその場を切り抜けることができたがオドュッセウスもスキュラに対してはなすすべを持たず襲われた船員の悲鳴を ただ聞いていることだけしかできなかった。このように、彼女は近くを通りかかる船に襲いかかり、乗組員を6人ずつ食い殺す怪物となってしまったのである。しかし、そのように恐れられたスキュラも最後には、岩礁溶かしてしまう。それでも、怪物だった頃の形を残しており、付近を通る船の船員からは相変わらず、恐れ続けられているという。オデュッセウス一行の後に、 トロイア法の英雄アイネエアースと彼引きるトロイア人の生き残り一行がシケリア島の付近を通ったが、その時すでにスキュラは岩礁と化した後だった。メガラ王ニーソスの娘であり、怪物のスキュラとは無関係。オイデュースの変身物語などで言及され、メガラに侵攻してきたクレータ島の王ミーノースに恋するあまり、メガラと父のニーソスを裏切ったという。 クレータ島の王、ミーノースは、ある時、アテー内及びメガラへ戦争を仕掛けた。ミーノースの子アンドロゲオースは、アテーナイにて開かれた、パンアテーナイや祭りにて優勝したのだが、その時のアテーナイ人の競技相手がアンドロゲオースに、嫉妬し、彼を殺したのである。このことに起こり、ミーノースは、武力を行使して、アテーナイを攻めるのだが、彼はまた、アイゲウスの兄弟。 ニーソスが統治していたメガラに対する信仰も言った。ニーソスの神の中には、黄色の毛が一本混じっていた。信託により、この毛が生えている間は、メガラの安全は保障されていた。事実、戦力的に優位なクレータの信仰が開始されてから、半年が経過しているにもかかわらず、メガラの町は未だ健在であった。そんな中、メガラの王女であるスキュラは、戦争が始まって、 半年以上、毎日城の塔の上から戦闘の行方を眺めていた。彼女は町を包囲している、敵将兵たち、一人一人の顔は、無論のこと、その名前さえも覚え、特に興味を示したのが、クレータの王勝軍勢の総大将のミーノースだった。彼の圧倒的な戦いぶりを見ているうちに、月キラは彼に恋心を抱き、ミーノースのために何か自分にできることはないか、 と考えるまでに至った。自分の国と父に対する罪悪感もあるが、結局はミイノースへの愛が勝った。彼女はいろいろ考えた末、ニーソスのヒーローの髪の毛をミイノースに渡して、彼に取り入ることを決めた。そして、父が眠っている暇に忍び寄り、その髪の毛を切り取ることに成功した。スキュラは、自力でミイノースの下まで行き、彼に例の髪の毛を差し出した。そして、 驚く彼に対して自分がメガラの王女であることを告げ父の国と家とを彼に渡し愛する彼自身以外のどんな報酬も一切求めないことを告げた。しかしミーノースの方は狂気とも言える彼女の行動に戦律を覚え激しく嫌をした。そして彼女に対し神々によって滅ぼされてしまえクレータの地を汚させるわけにはいかないなどと罵っした。 クレータがメガラを攻め落とすと、ミーノースは、メガラに対し、公正な条件で協定を結ぶと誓い、早々に軍勢を引き上げることにした。クレータの艦隊が撤収していくのを見てスキュラは、怒り狂い、海に潜り込むと猛烈な勢いで艦隊に追いつき、ミーノースの乗る船の船尾にしがみついた。しかし、そこに一匹のオジロワシが飛んできて、彼女を襲った。それは、 ニーソスが憎き娘に復讐しようとその姿を変えた、ものであった。ワシにしつこく襲われたスキュラは、ついに先尾から手を離してしまった。しかし、彼女は一穴とりへと姿が変わったため、歴史を免れたが、その後は永遠にそのワシに襲われ続けることとなったと、される。この物話に関しても小説ある。その一つにおいては、ニーソスのヒーローの髪の毛が抜かれると、 彼は死ぬだろうとの信託がされていた。スキラはこの髪の毛を切り、彼を殺した。そしてスキラに求愛されたミイノオスは、怒りと戦慄を覚え、彼女を戦備に縛りつけて溺死させたという。ありがとうございます。